いきなりやってしまった。絶対取れんわ。感じまして、模型のロマンを探索する模型所タンパックです。今回は宇宙戦艦ヤマトの延長号、地球防衛軍パトロール艦を作るの20号を製作します。こちらは探索団の野田ボンに送っていただきました。いつもありがとうございます。パトロール艦の組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、よろしくお願いします。探索のチャンネルでは、アシェットさんやデアゴスティーニさんの週刊パートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは早速、作っていきます。頑張っていきまーす。しょい。はい、ディスプレイケースのお知らせです。このパトロール缶を飾るでっかい台座が24,990円、11月1日までとなっています。65センチだけめっちゃでかいね。20号は環境構造物と全部甲板の取り付けとなっています。この辺を作っていきます。 ABS とこれもか、磁石が3つ、光ファイバーが入ってます。あとネジ、はい、これは環境部の甲板です。ここに頭をつけます。よし、磁石3つここにつけるんですけど、裏表はなさそうです。手ではめるか。ピッ、はあ、次からむずい。ここ押さえといて、おお、危の。あ、びっくりした。え？あ、もう取れないんじゃないこれ。こい。そっちに来るとは思わんかった。おお、取れた。おお、間違えた。これ裏につけるんだった。いや、もうしっかり接着してしまった。多分ここは裏から磁石でカチャってやる部分だから、上に来るものが多分この、その時変えるか。ここだった。いきなりやってしまった。絶対取れんわ。ちょっと頑張ったけど取れませんでした。いやー、しまったな。この2つがこの後ろで、これが真ん中でした。ということで、ちょっともしかしたら磁石が足りんくなるかもしれんけど、これ見たらなんかこの黒い階段みたいなとこみたいなので、ちょっとどうなるか分からんけど、このまま行きます。もし無理だったらここに穴開けて取り出すとか。いや、失敗したな。はい、ちょっとこのまま進めます。はい、そしたらこれを、ここから出てるやつを全部この中に入れます。大渋滞。ちょっと順番考えた方がいいな。お、
後ろからネジ止めします。持つとこがない。よし、環境がくっつきました。はい、次にこのコネクターをここに挿します。はい、できました。いよいよこれにこれをつけたら長くなっていきます。光ファイバーセットして、うわー出てきた。不安定すぎる。あ、取れた。恐れていたことが。いやーこれ大変すぎる。光ファイバー、浮いてるな。お、できた。いやーこれ大変だわ。最後にここをポチッと切る。これで完成です。ここはね、遅かれ早かれこうなるだろうなとは思っていました。やばいな、光らんかも。だって置くときにさ、絶対下敷きになるもんね。はい、今回すごい苦戦しました。まず私がここ磁石間違って接着しちゃったんで、ここでちょっと今後どうなるかなと不安です。ここに磁石がなくなっちゃったんで、磁石が足りないし、今後ここに何がどういう風に来るかなと思っています。あとこれが取れちゃいました。これつけるのもめちゃくちゃ大変でした。環境が長くなりまして、またちょっと持つとこなくなってきました。では次回はもうちょっとこれを大きくなっていきます。あー取れてる。お楽しみに。最後まで見ていただきましてありがとうございました。パトロール缶の組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、よろしくお願いします。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントも待っちょよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん。また見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。